はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日ですね、春日和ということで気温も25度。今日ねちょっとラーメンの大食いなので、久々にこのメッシュのね半袖を着てまいりました。もうねそんな時期になりましたよ。やっぱね大食いしてると暑いね。出来たて死ぬほど食べるから。で本日ですね、訪れておりますのがちょっとね旗が見えてますね。ゴールデンタイガーさんではないんです。僕のね後ろに見えております大食い御用達のお店、元祖肉玉そばおちさんに訪れております。こちらのねおちさんといえば、日本一ご飯に合うラーメンと、ご飯にねもうピッさりと合うようなラーメンを提供しておりまして、本日はね、まあ、デカ盛りでそちらのラーメンをいただこうと思うんですが、餃子だったり唐揚げだったりいろんなサイドメニューも販売しておりますので、そういったものを、合わせて注文しながら楽しんで大食いしていこうと思います。はい、ということでですね、ただいま店内に入っております。でちょっとねオープニングの方ではラーメンといろんな一品を食べようかと、まあ、お話をしたんですけれども、なんとですねこちらのおちさん、5月からですね、毎年行われている八街のラーメンイベントの方で限定メニューを販売されるそうで、本日はですねそちらのイベントで販売する予定である味噌のねつけ麺をいただくことになりました。でそちらの味噌のつけ麺、もちろんデカ盛りでですね、プラス餃子やご飯をいただきながら約ね総重量5キロほどで本日は食べていこうと思います。で結構ねやっぱねコメント欄でも最近デカ盛りとかを復活して多かったのが、チャレンジメニュー以外でもですねタイマーが欲しいってことだったので、僕がそちらの5キロのデカ盛りどれだけで食べたか、本日はですねタイマーで測っていこうと思います。ちなみに今日食べるつけ麺の方が、そのイベントで販売されるつけ麺がベースなんだけれども、デカ盛り仕様ということで、イベントで購入する際には通常トッピングではなく有料トッピングになるようなチャーシューなんかもね、ついておりますので、そのあたりはあらかじめご了承いただければと思います。ということで本日の食材が出揃いました。見てうまそうすぎる、やばいわ、もうよだれ止まりませんので、早速ですねこちらのデカ盛りを、出来たていただきたいと思います。そしたら本日もスタートと。やっぱねひとまずは麺をねそのまんま食べたいと思うので、麺こちらでございますよ。うわめちゃくちゃもうこの時点でうまそうだわ。うまっ、もちもちで甘くてね、ラーメンも美味しいんだけど、このつけ麺タイプもね美味しいのよ。でこちらのメニューの特徴としてはですね、この通常乗っているこのお肉が普段のものとは違い、八街の生姜を使った生姜焼きとなっておりまして、ちょっとさこの生姜焼きと卵黄をこうさ、うわあえてこの麺だけでどうです。結局ね米に合うってことは同じ主食である麺にも合うから、これ、ね、漬け汁なしでこの生姜焼きだけでもうまい。ちょっとね漬け汁に浸す前に熱々のね焼きたて餃子もいっちゃいますか。これうまっ、あやっぱいつ食ってもうまいなこれ。でバジッタウマット、うわ大食いの人みんなさ最近結構おちさんのお店来てたから、ずっと見ててさ行きたいな食べたいなと思ってた、この矢先にねこれが食えてるから今めちゃくちゃ幸せ。うまっ。でもちょっとさすがにねいい加減って怒られると思うので、漬け汁つけたいと思います。スープ漬け汁はこんな感じでございます。超濃厚よ。
この味噌やばいね。一発目なんでね、これドボッと、うわ、もうしっかりこれ絡めまして、めちゃくちゃうまそうだこれ。いただきます。ベースのね、おちさんちの濃厚なスープにこの甘みとコクのある味噌が絡んで、ちょっとねこれ食べてほしい、イベントで絶対食べてほしいんだけど、この麺とねぴったり合う。ちょっとさ、このお肉とよー漬け汁つけましてよ。で、米ですよ。あ、うん、うまっ、うん、限定のねつけ麺になってもご飯に合うラーメン、これは健在ですわ。ああ、これちょっと見えます、これスープの中にね、こう飴色になったこの細切りの玉ねぎが入ってるので、またさこうして麺に絡むことで、その味噌とかスープの甘みだけじゃないのよ、野菜の甘みがしっかり入ってて、ほんとこれ美味しいわ。もちろんね、こちらの黄身をつけた生姜焼きでもご飯が進むんさ。はい、ということでただいまですね、餃子10個完食いたしました。これせっかくなんでね、こちらの卵黄をご飯にこう、うわ、もちろんこの半熟の味玉もトッピングしまして、と最後にねこの漬け汁をこう、うわ、このご飯ちょっと反則だね。この黄身の色ですよ。いや、色つやたまんないね。ちょっといただきます。うまっ。生姜焼きもいっちゃう、これ。今回いただいているこのメニューの方に関しましては、イベントでね販売するので、そのイベントの開催時ご飯はねちょっと販売してないんですけれども、お店の方にもまた通常のスープを使ったつけ麺もございまして、もちろんね、つけ汁もトッピングもやっぱ全部ねご飯に合うんで、まあ、こんな感じでね、このトッピングとかでアレンジしながら自分でね丼を作るのも、このおちさんのお店はおすすめです。まだつけ麺がさ、ちょっと3分の1ぐらい残ってるのにご飯食っちゃった。ごめんなさい、ちょっといただいてもいいですか。はい。そしたらですね、ただいまこれご飯おかわりいただいちゃいました。普段おちさんのところで並盛りいただいてもね、一杯じゃご飯足らないんですよ。それぐらいこのラーメンはねご飯に合う。
もうですね、あんなこうてんこ盛りにあった麺も今もうこんな感じでほぼほぼなくなっております。で、このオッツさんのところでね、僕も何回も撮影してますけど、このデカ盛りを作っていただく際にちゃんとね、この下にスノコを引いていただいて、こう水がね溜まって伸びないようにっていう、こういうね配慮もしていただいて、さすがだなと思うわ。はい、そしたら今こんな感じで、丼の方はね開きましたよ。残りはもうこの手元だけ。あっという間だし、やっぱこうやって食べてみるとさ、大食いがねまたできるようにダイエットしてるけど、ちょっと前この5キロとか食ってたらもっと苦しかったけどさ、だいぶ戻ってきたね。じゃあこちらがですね、具材ラストです。ごちそうさまでした。ああよっ。はい、ということで本日ですね、こちらのおじさんで5月頃から始まる八街のイベントでですね、販売する限定のつけ麺、餃子とねご飯と合わせて総重量5キロぐらいのねデカ盛りを食べてまいりました。一応タイムはこんな時間で30分以内に完食させていただきました。いやー、でこれ最初から最後まで本当にもう冗談抜きで食欲が落ちなかった。もともとですね、オチさんのお店にある濃厚な動物系のスープに味噌が絡まってね、また普段とは違ったコクのあるスープ、絶品でございましたので、ぜひですね、オチさんがイベントをやられる際はこの限定メニュー食べてほしいなと思いますし、もちろんですね、店舗の方でも提供している通常のラーメンやつけ麺なんかも間違いなく絶品のメニューばかりですので、ぜひ皆さんですね、店舗の方でも食べに来てみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。ゲームチャンネルがちょっと止まり気味ではある、停滞気味ではあるんだけれども、完全に黙食動画としてですね、喋った部分を全部カットした食べるだけの動画を上げているサブチャンネルもね、合わせてございますので、そちらもぜひ概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。僕ら大食いが昔からお世話になっているオチさんのお店で、本日はですね、限定で、まあ、イベントでね販売するメニューを食べてまいりました。今回の撮影に関しましてはデカ盛りメニューになりますので、追加で有料トッピングが増えたりしている分、イベントとかでね販売する並盛りに関しましては若干ね内容が異なりますけれども、このスープの美味しさ、具材の美味しさは変わらずですので、ぜひですね、これ今回、イベントのみ限定販売で、今後店舗で販売することもないってことだったので、絶対に行けるよって方は八街市のイベントでこの限定メニュー食べてみてください。絶対に食べた瞬間にねぶっ飛ぶと思います。そしたら本日の米編コーナー、この辺りで参りたいと思います。まずは1つ目、やっぱりね、結構コメントにもいただいておりまして、少しずつですけれどもこの大食いの方もできるように、お腹がね戻ってまいりました。食材次第ではもちろんこう苦手なものとか得意なものがあるので、何キロまで食べれるって結構毎回ね変わったりはするんですけれども、平均的にはね結構5キロぐらい食べても、ちょっと前であれば本当にもう苦しいと、ああもうやばいなっていう感じだったんだけれども、結構ね5キロ食べてもペロッとというか、あれ5キロ食べたかなみたいな、それぐらいの余裕ができるぐらいの胃のキャパには戻ってきましたね。まあ、今後もですね、多く食べたりとかでっかいの食べたり、チャレンジメニューに挑んだりと、まあそういった動画を撮ったとしてもね、最後までやっぱり美味しく食べたいですし、皆様にそうやって伝えたいので、なんていうのかな、こう食べたいから、食べれるようになりたいからっていうよりかは、最後までねしっかりと美味しくいただきたいからということで、今後もですねこの大食いの力っていうものを取り戻すために日々ですねダイエットと頑張っていきたいと思います。そしたら本日2つ目の米編。
この気持ちですね、ものすごく僕もわかります。今ですねダイエット中ですので、撮影は抜きにして撮影外の私生活では脂質、糖質で炭水化物と、まあ、計算しつつ節制しつつね、そう普段食べれるこう食べ物っていうのがかなり限られてきてるんですよ。だからね、まあ、こういった時期にみんなのこう大食いの動画っていうのかな、脂質糖質のオンパレードみたいな食材を見るともう辛くてしょうがない、食べたくなっちゃう。でもさ食べれないのが分かってるんだけれども、なぜか見ちゃうんだよねみんなの動画。やっぱりねこう脂質と糖質、まあ、こういった欲望の、まあ、素材に関してはもう言葉では言い表せないこう魅力があるなと、まあ、改めてねこの期間に思いました。まあ、ただ節制するだけだとね、こう体が慣れてしまって体重も落ちにくかったりとか、まあ、栄養面でもね足りない部分が出てくると思いますので、皆様もですねダイエット中だとしてもチートデーなどを設けてしっかりと体に無理ないように、僕と一緒にダイエットをしてください。はい、そしたら本日最後の米編、実はですね、最近僕も胃腸が少しずつ弱まってきたなと実感しております。これも年なのかな。昔だとねこうお酒を飲んでもさもう普通の胃腸だったんだけれども、最近はねこうちょっと飲みすぎたりするとね翌日お腹を下したりとか、それこそ、夜中にというか夜飯に揚げ物の撮影があったりとか、撮影じゃなくてもね家で少量食べたとしても翌日なんかこう胃もたれする感覚っていうのかな、ちょっと胸焼けしてるなみたいな感覚が残るようになりまして、こんなことね昔では絶対なかったんですよ。だからやっぱ年とともにちょっと胃腸も弱くなってきたなと思いますけれども、まあそれでもね、無理のない程度に僕もできる範疇で楽しく、食事をしておりますので、こう胃腸がね弱い方、やっぱどうしても背脂とか油系のものを取ると下しやすかったりすると思うんですけれども、まあ、その中でもですね、好きなもの好きなだけ食べていただいて、一緒にこの楽しい食べ物生活をね送っていただければと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。